見れば見るほどです。はい。さあ、今日は皆さん方の一週間いただいたお便りでやろうと思いましたけれども、まあ、昨日からいろんな動きがあるもんですから、そのお便りです。乗り鉄名古屋さんからいただいております、14日の夕方、臨時閣議を開き新たな安全保障法制の関連11法案を閣議決定しました。会期延長とか、強行採決で今国会での解決は間違いないでしょう。大日本帝国の愚行の反省が全くできていないと思いますけども、ね、はい、厳しい口調で書いてあります。今週一週間の一番大きい、政治の話題ですね、はい、うん。マイケル・ハクソさんからいただいておりますけどもね、はい、マイケル・ハクソ。昨日の安倍首相の記者会見が日本国民を守るために武力行使はするかもしれないし、アメリカを助けに行くかもしれないが、戦争には参加しませんって意味不明にしか聞こえなかったんですけども、絶対戦争しないんだったら法案なんか必要ないと思うんですが、違うんでしょうかね、ということでね、支援はするけど、絶対戦争はしないんです、参加しないんですよ、ということですが、ね、まあいろんなケースがあるでしょう。僕らも単純に考えて、アメリカ軍がと戦っていてですね、うん、弾やら、火薬やらなやらがちょっと足らんくなったああいう時にですね、日本は届けにくいような説明もしてましたですよね、そこまで。はいはい、補給やなんかもするんや、うん、いう時に。で、僕が敵方やったらですね、そんなところに食料届けられたら、またアメリカは力持って戦うんで、後ろから届けに来るやつやっつけたれと思いませんかね。みんな仲間だと思うんでしょうね。はい、だから、バンバンバンってやっつけ、うん、その時に自衛隊どうするんやろうということで、まあ、最低限の武器を持ってという最低限の武器、向こうがすごい強力で、食料が届けられたらもう偉いことになるから、徹底的にやれという時に最低限の武器でもって、まあ、応戦はするんですけども、いう時は、これ、もうどうなんやろ。そういう時に、その戦争には参加してないというふうに捉えるのか、うん、もうそれは日本も戦争に巻き込まれているっていうふうに捉えるのか、うん、だから戦争の定義って何なんだろうなって、正式に宣戦布告をするとか、うん、正式に相手国から宣戦布告を受けた時点で戦争になるっていうだけの話でいいのかなとか。そこがね、中途半端やから自衛隊の人は何やら不安やろうね、うん、そのあたり、はい、どういう届けに行くのは言ってたから、うん、まあ行くし、それ命令やったら、うん、途中で襲われてきたらどうしたらええんやろうなと、はい、うん、で敵と、いわゆる後方支援する自衛隊の戦いいうのは、これ戦争とちゃうやろうかな、というね、ことが、ちょっと、さっきの方はこれ、意味不明やな、いうのは、まあ、僕もそんなケースの時には、具体的にどうやろうというね、金田マイケルさんからいただいております。今ね、ホテルで断密と言います。二人とも全裸でベッドの中にいます。断密は僕の耳に息を吹きかけながら体をすり寄せてきます。でもご安心ください。絶対に何もしませんから。昨日の安倍さんの会見を要約するとこういったことでよろしいでしょうか。そこまで来ても。今それ例えだったんだね。例えだったんだね。ね、そう、いろいろね、こういうふうな支援もします、うん。こういう行動もします。でも戦いませんよ。ということですよ。うん、それが？はい。断密がもう、はぁと、息を、はぁ、耳にやってるわけですよ。うん、何もしません。大丈夫です。しないでいられる？いられません。だからそれをこの人は心配してるわけや。断密が来たら。来たらどうしよう。ねえ。でもこれ、行った先が、ね、天国と地獄の差がありますよね。断密そこまで来て、ぐーっと我慢してる方が地獄やな。そうやな。うん。行ってしまったらいいんですけども。ねえ、戦ういのは地獄が待ってるわけですからね。はい、暴れん坊公文さんからいただいておりますが、戦争法案を閣議決定し、国民に説明と相変わらず見事なハッタリで信念を持っていることだけは分かりました。ただ、論理は支離滅裂でと、さっきのような話で、さっきの話もあるけど、戦いはしないというところがね、まあ、この人のいいところの支離滅裂ということにつながってくるんでしょうかね。うん。それから、いろいろありますですね。ビアンコマンジャーレさんも絶対にと言ってる時点で嘘ついてると思いますいう。そんな話とかですね。うん。さらにはこちらの方ですが、ちょっと待ってくださいよ。いろんな方が、もう今週の分とかいろいろこう混ぜながらやってますからね。
この方は動物基礎天ぷらさんからいただいております。政府は14日夕方の、臨時閣議で新たな、安全保障、関連法案を閣議決定しましたということで、まあ、閣議決定しましたからね、はい、うん、ここまで来てしまった。あとはもう議会はもう議席の数が圧倒的ですからね、うん、まあこのまま通ってしまうんかなという感じがいたしますけどもね、うん、でまあこれいろいろ書いてあります。で、僕は元陸上自衛官で、ああこの方自衛官だった方、うん、はい、訓練での戦闘は経験しております。訓練での戦闘、うんうん、ね、本当の戦闘ではない。訓練だってまあ日本の戦後そんなことなかったわけですからね、はい、訓練での戦闘員の自衛隊員の方はいつもこう、はい、訓練して訓練して体験してるわけですよね、はい。で、訓練では1泊2日とか2泊3日とかというように終わりが見えてるものですが、本当の戦闘はそれが見えませんと。うん、ねえ。203コーチやなんかもいつまで続くんや、ええなことでね。いろんな今までの戦闘でもそうですよ。はい、ね、硫黄島だってこれいつが終わりですか、うん、いうことでしょ、うん、いつまで死守したらいいのかというようなこと。これが、これからの訓練、大変厳しい !2 泊3日、歯を食いしばれ、はい、ということで、2泊3日やから、エネルギー配分ができますよね。はい、うん。これ、それで、戦闘ではそれが見えないというのは相当なストレスです。野党には審議拒否や欠席などせず言ってるように、徹底審議に臨んでほしいと思います。と。まあ、この際、やっぱり僕らのさっき言ったようなね、はい、安倍さん、支離滅裂やないかというようなところはですね、うん、今後国会でいろいろお話聞いてみたい。野党がその辺突っ込んだときに、うん、いや、違いますよ、と。安倍さんがね、はい、あなたたちそういうけどそれは違う、あ、考えすぎる、これこれこうならそんなことになるわけないじゃないですかというようなこともやっぱそれが審議の過程でいろいろ国民に見えてくることがあると思いますので、閣議では僕らは分かりませんもん、はい、何話し合っとんねんということでね、うん、でそれが国会ですから、そこのところを本当にそこでこの方が言うように野党がですね審議拒否なんかしたらですね僕ら知りたいことが分からへんのです、うん、ね、どっちみち法案なら、ああそうかと納得はしたいですしね、はい、うん、やっぱ納得できんかったいうこともあるでしょうし、うん、そこのところはきっちりやってほしいなと思いますね。指官庁さんからいただいておりますけれども、安保法制、頼りない抑止力から脱皮して強い日本を作ろうとするのに賛成です。積極的平和主義ではないですか。即戦争に結びつけるのはどうか。中国の脅威を抑え込まなあかんてというお便り、上から読んだらさんからもいただいておりますけれども、政府は安保関連法案を閣議決定ということで、まあ共産党なんかは戦争法案などと馬鹿げたことを言っとるんだけど、なんでこういうやからすぐに戦争できる法案とかに結びつけるんやろうなというようなことは、まあ共産党だけじゃなくさっきの方も候補支援する時の巻き込まれ方いうのは戦争とちゃうんかいうところですわね、うん、巻き込まれるパターンっていうのをね、皆さん心配してらっしゃる方は確かに多いみたいですね。そういうことですよね、うん、まあそんな中でおっぱい枕さんもこれでやっぱりね、安倍内閣をいろいろ後押ししてくれる人も随分いますから、安倍さんの夢風船はどんどん膨らんでいきますねという、今まさに安倍さんは大事なところ、はい、ね、これがやりたかったんやいなところにこういうふうにまあ来てるわけでございますからね、うん、その他こちらの方は ED さん、安倍さんが会見の中で絶対やりえませんと言い切りました。でも人間の言うことでやることで絶対というのは無理だと思いますけどもね、どうなんでしょうかということであります。それからあなたとハッピーさん、14日に安倍晋三会見で現実を見なければいけないというような発言がありましたけども、それであるならば、まあ、本当に現状を見なきゃいけない、はい、多分安倍さんの言うところの現状というのは、中国、はい、そして、ね、北朝鮮の脅威という、うん、はい、そういった現状を見なければいけない、うん、そんな中で我々日本国としてはどうしていくのかと、うん、国民の命と財産をどうやったら守れるかという、そういったところをよく見なさいと安倍さんは言っててくれるわけですよね。まあ、他の国と連携するためにはっていうところは強調してますよね。うん、ということですね。うん、まあ、それは現実を見なければいけないということで、リスナーさんもやっぱりさっき中国の脅威をどうするんだというような話もありました。うん、オリンピック誘致で全世界に汚染水は完全にブロック、辺野古の移設反対、それから選挙時の公約違反、
これ TPP 参加や消費税増税をしないという、で過去の最高裁からの違憲判決、今年2月1月だったかもわかりませんが、安倍さんのせいで処刑するというはっきり反抗声明があって、いわゆるイスラム関係の、はいはいはい、ああいうこと安倍さん名指しでなんかね、はい、とか言われてましたですね、日本国が名指しでこれからやるという、はい、それから汚染水の流出が止まらないという、それから庶民のインタビューを見てブチ切れなどなど、こういう現実も直視せなあかんのではないでしょうかいうことですよね、うん、中国北朝鮮の現実もあるし、こういうような汚染水の問題やら消費税の問題やら、はい、で他にも安倍さんの発言や行動、そして現在でも解決してないことや改革した結果などを、通じてやっぱり日本の現実を見てほしいと、うん、安倍さんにまた言いたいなと思いますというのがこの方のご意見ですよね、はい、うん、まあ、確かに我々はこのように議席を増やして国民の信託のもとにって言ってました、うん、選挙でもってこれはね一票皆さんと投じて、はい、今の現状がありますから、全面の信頼を得てと、まあ、安倍さん言ってますけども、あるニュースでやってましたけども、今回の選挙は何が大事かと言いますと経済問題です、経済これからはと言って、ずっと言ってましたよ。それが。んで、経済やったら安倍さんに託そうかと言って入れた人は、たくさんいらっしゃると思いますけどもね。はい、安倍さん自身も、経済というのが一番の焦点となっております、ということの公約を掲げておりましたんで、まあ、経済的なことはしっかりやってほしいと思いますけどもね。はい。はい、まあ、国民のいろんな意見なんかを統計取ったりいたしますと、どうやらこの法案に対しては反対の人が多いぞと。いうことですから、やっぱ安倍さんに入れたのは経済しっかりやってくれということの信任の一票かもわかりませんしね。やっぱりなんかこう話し合いがちゃんとこう熟されてないうちにあれよあれよってずずずずずっと決まってってるのかなっていう、その中身がいいのか悪いのかっていうとこ切り離して考えたとしてもね、うん、はい、ちょっとそういう感じがしますよね。 ED さんも国会でちゃんと話し合いできるんでしょうかねと、そもそも多数決では負けてるしと、まあ勝つ負けもそうでしょうけども、法案が通る時に国民にやっぱりどういうような危険性があるという意見に対しては、いや大丈夫だよというような、やっぱり僕らは安心したいもんですからね、うん、そのあたりのところをきちんと国会の方では説明していただきたいなと思います。ここからは言えば言うほどです、はい、まあ、アジアを取り巻く環境というのはね、いろいろあるわけですから、うん、安倍さんも言ってました、北朝鮮にはミサイルがあって、何本も日本の射程距離に入れてやっているというようなのもありましたですけど、はい、まあ、それは確かにそうですね。で安倍さん上手に言いますね、何本も、まあ、何十本もっていう射程距離に日本にあると言います、はい、その数十倍、北朝鮮に向けてミサイル設置してありますから。うん、だから、一発でもアメリカも含めてですよ。一発でも入れたら蜂の巣になると思います。北朝鮮は、はい。あんな無謀な国ですからね。本当はバンバン撃っても不思議じゃないじゃないですか。はい、一発撃ったら終わりやと思いますよ。うん、撃てるもんなら撃ってみいということで、撃った瞬間蜂の巣になると思います。はい。はい、だから、そのあたりのところ、北朝鮮のミサイルの数だけ言ってますけれども、そのあたりのところは、今現状で。現状としてはそういう現状が、よくも悪くもですよ、はい。あるなと思ってます。さあ、その北朝鮮の。10時です。はい、まあ、いろいろありますね。はい。こちらの方、若大将官博さんからもいただいておりますが、新安保法案に関して一言だけ、私安倍さんが未来永劫内閣総理大臣を続けているのであれば、今回の言葉は絶対守られると思います。まあ、責任持って、うん、じゃあ言ってくれてるのね、はい、っていうのはあるでしょうけど。あの人ですからね。うん、未来永劫戦争はしないということが約束されたと思いますよ。しかし国の代表が変わった時、新法制の解釈をどのように捉えるかということに関して、保証がないと考えます。現在の国民は、
残念ながら投票率などから見ても分かるように国のあり方に興味のない方がほとんどですからねというのが心配だっていうことですね、うん、恒久法ってことになるとね、制限変わってもそのまま法律は続きますから、ね、だからこそね、憲法解釈って勝手にしたらあかんいうことですよ、はい、もう総理大臣ごとに解釈が変わっていくいうことになったら何のための憲法かいうところ、はい、そのあたりもやっぱりね、うん、不安なところがあります。春尾さんからいただいております。僕は賛成ですよ、法改正はね、抑止力大事だと思います。例えば隣の家に泥棒が住んでるのに鍵かけずに外出しますか？泥棒が住んでるって分かったら鍵かけたり防犯対策しますよ。某国が攻めてきても今の自衛隊反撃ができないんですよ。攻められたからで遅いんです、ね、某国が攻めてこないためにも、法改正をすることが大事だと思います。メディアは何でもかんでも反対派取り上げますが、賛成意見も取り上げないといけないと思います。賛成意見も随分取り上げてますけどね。そうですね、うん、鍵とかはかかってますよって、今の法律でもう鍵も窓かかってるし、窓も閉めてるにもかかわらずっていう意見もありますので。ありますよね、うん、この方が言うのは僕なりに言うのは専守防衛、はい、日本とにかく守るんだということからすると、はい、いろんな他の国の援助してたりとか食料運んだりいろんなことをお手伝いしていく時の手薄の部分は大丈夫かと、うん、その間攻めてこられた時どうするんやというようなことにもあります、はい、だからもっと専守防衛に徹してほしいなという意見も片方ではあると思います、はい、だからどれが本当の現状なのかなっていうところをもうちょっとこう、ね、吟味する必要はあるかな、どうでしょうね、はい、うん、それがまあ国会でね、これからいろいろ審議されるということであります、はい、断密の話も随分来てますが、また後でやりたいなと思っております、はい、さあ次何をするかということですが、行ってみましょうか。10時のツボです。